ハルインチロールは、オーストリアのチロル州の町である。インスブルックの東5キロメートルの場所にあり、海抜は5 7 4メートルで2011年1月、の人口は約12,700人である。晴れ、または春は、ケルト語で潮を示す言葉である。1232年の文書に、 岩塩の採掘場として知られており、現在の名前も1256年まで遡ることができる。町の北部の春谷のアプサムでの岩塩の採掘が13世紀以来の町の周辺地域の主要な産業であった。新生ローマ帝国勢力下のオーストリア広告時代のチロル博、マインハルトの命令によって作られた 10km のパイプラインで春の蒸発地に導かれた。 町の紋章は、塩の樽を抱える2頭のライオンがデザインされている。春で製造された塩は、チロルやシュバルツバルとライン渓谷に出荷された。1303年に、塩の販売の権利を与えられた町となり、インガドナウ川を使って、チロルの北部の主要市場に出荷された。1447年の火災で、市街地のかなりの部分が離災することにより、 一時的に衰退したが、1447年に貨幣製造がメランから春に移され、1486年に高品位なターラー銀貨が春のハーゼック城で作られた。16世紀には自動化されたコイニングマシンが導入された。この機械のレプリカは春貨幣博物館に展示されている。15世紀から16世紀には、 春は、オーストリアの最も重要な街の一つとなり、この期間に、現在も残るアンブラス城、旧市街の教会や修道院の多くが建設された。オーストリアの西部で最大の古い街並みとなっている。オーストリア・ハンガリー帝国軍の駐屯地になり、帝国崩壊後も、駐屯地と大規模な貨物駅は、第二次世界大戦中に激しい爆撃を受けたが、旧市街はほぼ無傷で残った。 1938年から1974年の間、町の名称はゾルバットハルと呼ばれていたが、塩の採掘場が1967年に閉鎖された後、町の名前からゾルバットが削除された。ありがとうございます。